ベリーズのベリーズ珊瑚礁保護区にあるグレートブルーホールブルーホールはかつての洞窟や小乳洞といった地形が何らかの理由により海中へ水没し浅瀬に穴が開いたように見える地形である。日本ではトナキ島のものが有名。カリブ海に面する中米ベリーズには世界第2位の広さの珊瑚礁があり、ベリーズ珊瑚礁保護区として世界遺産に登録されている。 この中のライトハウスリーフと呼ばれるサンゴ礁には直径313メートル、最深部は約130メートルの巨大なブルーホールがあり、グレートブルーホールと呼ばれている。現地の人々には海の怪物の寝床と呼ばれている。南太平洋、バヌアツで一番大きな島、エスピリトサントの東海岸近くに分かって、いるだけで6つのブルーホールがある。 ルーガンビルから約 20km で一番近いのが、とても小さいスランダブルーホール、サラド農業研究所内にある、ジャブリーブルーホール、リリブルーホール、マテブルブルーホール、ジャッキーズブルーホール、そして、シャンパンビーチよりさらに北にある、ブルーラグーン。それぞれに、青さの色合いが違う。市内半島のダハブ郊外にある、ブルーホールは、直径 60m。 深さ130メートルほどである。ビーチの目の前にあるサンゴ礁にぽっかりと穴が開けていて、ビーチから望むことができる。穴の周りのサンゴ礁は、色とりどりのサンゴが群生し、魚たちの安住の地となっている。世界中のダイバーが訪れているが、死亡事故が多発している。中国の研究機関は、南シナ海のパラセル諸島にある、 クレスセント諸島東部のサンゴ礁の中にあるブルーホールを海中探査ロボットを使って調査し、深さが300メートルに達すると発表している。これが2016年時点で世界で最も深いブルーホールとされる。中国ではこの穴の存在自体は以前より地元住民や漁民に知られていて、南海の目や銅と呼ばれていたと報道されており、 三サ,サ市政府は2016年7月24日、このブルーホールを三佐永楽流動と名付けている。穴の上層部では、魚が20種類以上発見されているが、一般に海洋は100メートルを超える深さになると酸素がほとんどなくなるため、穴の深部には生物はいないと見られる。ありがとうございます。